理科7この動画では電流の流れ方について学習していきます前回の授業では発電の仕方について学習しましたモーターの内部にある磁石が回転することで磁石がコイルに近づいたり遠ざかったりしますすると電磁誘導が起こり 誘導電流が発生することを学習しました先ほどのような電磁誘導を利用して電流を連続的に発生させる装置のことを発電機と言いますコイルに流れる電流の向きは磁石が回転に合わせて周期的に変わります電磁誘導の 復習の図からも周期的に変わることは考えられます発電機のように電流の流れる向きと大きさが周期的に変わる電流の流れ方のことを交流と言いますまた電流の向きが一定で変わらない電流のことを直流と言います交流と直流の主な違いを紹介します まず、交流は発電機や皆さんの家庭にあるコンセントなどに用いられます。それに対して直流は乾電池などに用いられます。プラス極とマイナス極が決まっていて、電流が流れる向きと大きさは一定になっています。では、直流と交流の違いを調べる実験をしていきます。 図の装置は2つの発光ダイオードの向きを逆にして並列につないだものです。発光ダイオードはプラス極とマイナス極の区別があり、プラス極にはプラス極、マイナス極にはマイナス極につないで電流を流した時だけ点灯します。逆につなぐと点灯しない作りになっています。この装置に直流、交流それぞれの電流を流して、 点灯の仕方を見比べたいと思います。まずは直流です。続いて交流です。直流は一色のみが切れ目なく点灯しています。交流は二色とも点灯していますが、途切れ途切れになっている様子が見られます。 先ほどの発光ダイオードの結果を図に表してみると次のようになります。また、オシロスコープの画面で交流と直流を表すと次のようになります。交流をオシロスコープで表すと波のようになりました。この波形からも 周波、周期的に変化していることが確認できると思います。交流で電流の流れる向きの変化が1秒間に繰り返す回数を周波数と言います。この周波数は音の振動数の単位でも用いられていました。Hz を使います。家庭用のコンセントに用いられる周波数は 西日本と東日本によって違います。東日本では 50Hz、西日本では 60Hz の交流が使われています。昔発電機を海外から輸入してきた場所の違いの名残でこのようになっているようです。今回の内容はここまでです。ありがとうございました。